パイダーチャンネル。皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日も引き続きですね、このグローバルマーケティングの基本、日本実業出版から私は去年出した本ですが、この本の解説をしていきたいと思います。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。今日は3-2ページ123ページ、アジア新興国では長期的な視点が重要ですよというお話でございます。まあね、本当にその新興国と言われるところのその回収っていうのはやっぱり中長期で考えるってことはすごく重要で、短期でどうこうなるような市場じゃ、まあ全く持ってないわけなんですよね。で、日本の国内の市場とかっていうと、まあ言ったらいろんなことが、まあ事業をやる側の企業にとっても整ってるわけで、あらゆるその信用とか、あらゆる、オペレーションとか、実績が全部整った状態でビジネスをやってるので、まあ、ある程度ここにこういう投資をするとこういう短期間でポーンとリターン返ってくるってことは読めてるわけなんですよね。で、一方で新興国のビジネスって将来 の, その いわゆる中間層の爆発的な拡大が新興国の最大の魅力ですから、将来の大きな利益のために今から投資をするっていう、そういうスタンスで入ってるわけなんですよね。で、そうすると中長期でやっぱり物事を考えていかないといけなくて、投資期間が長くなりますよと。だから息切れするような投資を最初からやると途中で息切れちゃうんで、途中で撤退しないといけなくなってくると、少ない赤字をじわ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 ずっと続けながらノウハウを貯めて長期でリターンを得るっていう、こういう思想、戦略に変えていかないといけなくて、ちょっとスライドを見てもらうと分かりやすいと思うんですけども、この赤い軸が日本国内の投資期間なんですよね。まずへこみますよね。ぐっとへこんでると短期間でぐっと小さくへこんで、それはなぜ短期間で済むか、なぜ小さくで済むかというと、あらゆることが可視化されてるから、あらゆることに対しても実績や信用や認知があるので、ある程度のへこみ具合とある程度の期間でぐぐぐっとプラスに持っていけるんですよね。一方で新興国市場っていうのは、例えばブランド認知だって作んないといけないし、オペレーションだってこれから作り上げていかないといけない、顧客だって、まだ信頼されてないわけなので、やっぱり長期ですよね。で、ある程度そのデファクトスタンダードになるために早期に出てて、ちょっと早く出てるわけですよね。それでデファクトスタンダードになろうって言ってる話なので、市場がまだまだ未成熟、これからもっと大きくなると、一番ぐーっと市場が熟すところまでやっぱり我慢我慢我慢していかないといけない。その代わり爆発的に拡大する人口で大きなリターンがその後待ってます。日本は少子高齢化で市場はどんどん縮んでいきますから、基本的にはリターンもそんなに大きくはならないですよと、将来にかけて向けてですね。なので中長期で戦略を組むということがアジア新興国は大変重要ですよという話でございます。はい、それではこれぐらいにします。また次回お会いいたしましょう。